皆さん、こんにちは。今日は電子レンジを使って簡単にレタスシューマイを作りたいと思います。シューマイの皮は使わずにレタスを代用するので、ヘルシーなシューマイができます。普段緑色の野菜をなかなか食べない、子供たちもお肉と一緒なら食べてくれました。緑の見た目でなかなか食べ始めなかったけど笑い。今日のメニューはこちら、電子レンジレタスシューマイ、塩昆布、人参ナムル、ちくわのカレー唐揚げ。それでは作っていきましょう。人参1本を短冊に切ります。私が使った人参は小さめのものだったので、1.5 本分使いました。全部包丁で切るのが面倒な方は、スライサーを使って細切りにしても OK。私はこの時間が一番無になれる気がして、ストレス発散タイムになってます。笑い。人参を切り終えたら加熱 OK なアイラップへ入れ、レンジで2分ほど加熱します。人参が柔らかくなったら、鶏ガラスープの素小さじ1、醤油小さじ1/2、塩昆布大さじ1、ごま油小さじ 1.5、 よく混ぜ合わせます。空気を抜いて袋を縛ったら冷蔵庫へ。レタス1/2個分を耐熱のお皿に入れます。ふんわりラップして500ワットで2分加熱するよ。レタスは加熱したら冷ましておいてね。冷ましている間にシューマイの種作りをするよ。玉ねぎ1/2個をみじん切りにします。豚ひき肉 200g、 みじん切りにした玉ねぎのボウルへ入れるよ。砂糖大さじ2、鶏ガラスープの素大さじ1、オイスターソース小さじ1、生姜小さじ1/2、ごま油大さじ1、片栗粉大さじ3、醤油大さじ2。すべてをよく混ぜ合わせます。少し濃いめの味付けで何もつけずに食べられますが、お好みで調味料を調整してね。一口サイズより少し大きめに丸めたよ。冷めたレタスでお肉を巻いていくよ。上の部分が出るように包みます。巻き終わりが離れていても大丈夫。お皿に乗せていくときに隣と並べると巻き終わりが抑えられるから大丈夫。子供たち用に小さいサイズも何個か作りました。肉ダネはお好みの大きさにしてください。どんどん包んでいくよ。軽く上から押さえて平らにしたよ。上を出さずに全てレタスで包んでも OK。 巻きにくいレタスや心が折れた時におすすめ。笑い。お好みでグリーンピースやコーンを乗せても OK。 残ったレタスは下に入れてラップしてレンジで500ワット10から12分加熱します。レンチンしている間にもう一品作るよ。ちくわ4本を3等分に切ります。袋へ入れたらカレー粉を入れるよ。 SB のカレー粉を使用しました。カレー粉小さじ1/2、醤油小さじ1、にんにく少々、ちくわに味がつくように混ぜます。混ざったら片栗粉を適量入れます。ふりふり。
片栗粉が全体についたら180度の油で揚げるよ。すぐちくわが膨らんでくるのでひっくり返します。反対側もきつね色になったら取り出すよ。子供などカレー粉の辛いのが苦手な場合はカレー粉なしのちくわ唐揚げもおすすめ。盛り付けるよ。冷えて味が染みた塩昆布人参ナムル。ちくわのカレー唐揚げはお好みでタルタル、マヨ、塩などをかけてね。電子レンジで中まで火が入ったら完成。電子レンジレタスシューマイ、塩昆布人参ナムル、ちくわのカレー唐揚げ、最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が少しでもいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。